美容院に行った後はここね、カフェでお仕事中。意外とね、普通じゃないこのパイ、結構美味しいんだよね。アイスカフェラテ、カフェコン、ラテ、レチェ、アイスカフェラテって言ったらこうなりました。ただの氷の入った器にホットのカフェラテ。これは自分で入れろっていうことなのか、私が氷を欲しいと思っ言ったと勘違いしたか、どっちだろう。さあ、スーパーに来たよ。今ね、これ炭酸水が飲みたくて、アガナチュラ、アガミネラル、ナチュラル、コンガス。これでミネラルウォーターのガス入り。アガナミネラル、ナチュラルだけだったらただの水。たまにね、コンガスって甘いやつがソーダみたい、サイダー？あれね、見た目が間違いやすいから、このアガミネラル、ナチュラル、コンガスがただの炭酸水。そして気になるのがこれ、カルパッチョ。カルパッチョだよ。買ってみようかな。 2.74 ユーロ、カルパッチョに挑戦してみようかな。今日のお買い物はこちらのラインナップ。今回住んでるアパートの周辺こんな感じ。結構ね、狭い路地。なんだあれ、マネキンのお兄さんが覗いてる。こっちのね、ゴミ収集車とね、ゴミ収集の人のユニフォームがね、結構かっこいいんだよね。道にすごいゴミ箱が置いてあって、だから比較的ね、多分ここってあんまり治安が良くない地域だと思うんだけど、でもね、道とかはまあゴミは落ちてなくはないけど、でも基本的にゴミ箱がすごいいっぱいあるし、ゴミ収集の人もすごいいっぱいいるから、比較的ね、街が綺麗。それが本当にスペインの好きなところ。日本もそうなればいいのにな。さあ、今日のご飯は鶏のレバーと野菜炒め。さあ、大量のもやしを投入しました。味付けはね、これ醤油と蜂蜜どうかな、どうかな。さあ、レバーと野菜炒めできました。まあ普通のレバーだ、鶏のカルパッチョ食べます。よくわからないソースと、これはニンニクだよね、ついてました。何味かな。あー、オリーブオイルビネガーだな。さあ、どんな味がするかな。生肉好きとしてはね、生肉に挑戦。でかいよね。うん、なんかね、これちょっと塩味があっていけてる。まあちょっとね、 2.7 ユーロ高いけど、でもこのカルパッチョはまた買ってもいいかなっていうぐらい美味しい。うん、生ハムより生肉に近いけど、でもハムよりの生肉。